皆さんお疲れ様です。ゆうきです。今日はですね、ハンターハンターの感謝の聖剣好きってあるんですけど、それを YouTube でやってる方がいらっしゃいまして、それについて思ったのが、地味にすごいですね。やってる方がタルエ突撃さんという方なんですけど、1時間近くこう感謝して聖剣好きをずーっとやってるんですよね。で、それを毎日やってるんですよ。で、いつまでやるかって言いますと、ハンターハンターの再開するまでやるそうなんですけど、いやー、これは本当にめちゃくちゃ大変だと思います。いつ再開するか、本当にわからないので、いやー、すごいなーって思って、ちょっと見ちゃいましたね。で、やっぱやるたびに、まあ、もともとこの方経験者な感じするんですけど、まあ、同期も来てたので、最初から結構形が綺麗でやったんですけど、やっぱりこう、毎日やっぱ1000回もやってるとなると、やっぱさらに綺麗になってきてて、ハンターハンターの漫画の話ですと、音を置き去りにするんですよね。もしかしたらこの方も音を置き去りにするかもしれませんね。毎日1000回これをやるのは本当にきついと思います。早くハンターハンター再開して、終わらせてあげてください。富樫義弘さん、お願いします。